おはみー、ウキです。はい、本日の動画はエステートちゃんを使ってとあるおすすめ商品をレビューしていきたいなと思います。はい、今回の動画は車移動が多い方とか屋外でも気軽に Wi-Fi を利用したい方に特におすすめの商品を紹介していきたいなと思います。その名もお尻の後ろに隠れてますが USB 型スティック Wi-Fi e コーコーを紹介していきたいなと思います。リキは試しにこう撮影前にこう使ってみてかなり便利でしかもめちゃめちゃ簡単に使えてしかも費用としてもかなりお安い料金で気軽に Wi-Fi にねつなげちゃうっていうねすっごい便利なアイテムなんで今回はこちらの e コーコーをエステートちゃんを使ってはい紹介していきたいなと思います。それでは行ってみよう。ゴーイココ。はい、それでは、この箱を開けますと、もうなんかパッケージからしてさ、スマホ買った時のさケースみたいな感じよね。めちゃめちゃ小さいし、めちゃめちゃこちらの商品軽いです。開けるとイココこんな形してます。なんとなんと重さがね 35g しかあります。35g と言いますと35g って軽すぎて表現するものがちょっとわからないぐらいめちゃめちゃとにかく軽い商品となっております。開けるとこうねパカッて開けたらはいここに USB のこう差し込むところがあってで使い方めちゃめちゃ簡単でこうカフェとかにも最近のお店ってまあこういう USB 挿す USB ポートっていうのがねあるんやけどコンセントとかじゃなくて USB ポートっていうのが最近のねお店とかまあ車にもねシガソケにこう差し込むところあるんやけれども USB ポートさえあれば簡単に利用できちゃうアイテムです。でしかも契約の必要がないっていうのがかなり、はい、こちらのねウィキのお気に入りポイントやなと思います。契約必要やったらこうねちょっと面倒な手続きとかもせないけんしあとは契約不要でしかも必要な時だけギガをチャージするっていう方式で利用できちゃうんで例えば携帯やったらウィキやったらなんか20ギガの契約とかあるんやけどそういう必要もなく、はい、欲しいだけギガをチャージしてギガが足りなくなったらはい後でギガのチャージの仕方をお話しするんやけれどもギガをチャージしてで欲しい時にギガをおかわりチャージできちゃうっていうねはいめちゃめちゃ気軽に利用できちゃう便利なアイテムです。早速差し込んでいきたいと思います。大体の車ってどこに USB ある？ウィキの労働ちゃんやったらここら辺にシガソケあるんやけどエステートちゃんはなんとこのセンターコンソールの中にシガソケがございますので実際に今から使用していきます。はい、それでは実際に使っていきたいなと思います。エステートちゃんここ開けましてはい開けたらここにシガソケねあるんやけどシガーソケット正式名称はシガソケではなくシガーソケットこちらねめっちゃ軽いです。もう重さ 35g って言ったらなんか私の体重はリンゴ何個分ですみたいな可愛い表現の仕方あるけどリンゴよりもはるかにリンゴの何倍軽いんやろうねはい、じゃあこれを本当ね使うのが簡単すぎてはいもうすぐレビューできちゃいそうなぐらい本当に簡単です。説明書見らんでいいぐらいめっちゃ使い方簡単です。はい、そしたらミキはこういうねこういつもシガソケにこう挿して USB が挿せる USB ポートがあるんやけどこれをこう挿してこれでシガソケに挿しますと挿します。はい、シガソケに挿しましてはい、でこちらのイコーコなんやけれども日本の主要3キャリアの中からはい電波を受信して最適な電波をキャッチして利用できちゃうアイテムです。はい、じゃあ実際につないでいくよ。
うん、もうね簡単すぎるんやけど、ここの1個こうの蓋を開けたら Wi-Fi のパスワードとかこう書いとるんやけど、 Wi-Fi をつなげるときに Wi-Fi 選択して、あとパスワードって入れたらつながるやん。もうそれと同じ感じで、この1個こうを、つなげていきます。はい、つなげていきますと、はい、Wi-Fi マークが、はい、つきまして、もう簡単すぎ。つなげたらもういつでももう電波が届くところやったら、例えば山がつながりやすい、山がつながりにくいとかさ、海辺がつながりやすい、つながりにくいってさ、こうキャリアごとに、特徴があると思うんやけど、この1個こさえあったら、最適な電波を、はい、ね、au とかさ、ソフトバンクとか、はい、そんな関係なく、はい、一番つながりやすい電波で、はい、皆さん Wi-Fi を気軽に楽しめちゃいます。アプリと公式サイトがあるんやけど、ギガのおかわりチャージっていうのがあってね、ちょっと開いていくね。説明書にも QR コードがあるけん、それから読み取ったら早いんやけど、すごいよね、常識がいろいろ覆されるんやけどさ、今まで何でもさ契約して月々こういうプランで Wi-Fi を使っていきますってさ、こう例えば携帯会社とかでそういうのでこう契約して、で Wi-Fi がやっと使えるみたいなね、Wi-Fi っていうかこうネット環境をつなげるみたいな、今までそういう時代やったのに、それから、Wi-Fi が、割といろんなお店で、ね、こうフリー Wi-Fi とかさこう出るようになって、でそっからさこういう契約不要で物さえ買ってしまえば好きな時にギガをチャージできて、ちょっと見えにくいんやけどメイクの YouTube チャンネルみたいに見えにくいんやけど、公式サイトとアプリってあるんやけれども、アプリがまあちょっと、容量食うし、アプリいっぱいあったら嫌だっていうね、私みたいな方はゆきみたいな、はい、方はですね、ぜひ公式サイトからもね、ギガがおかわりチャージできちゃいます。契約不要、月額費用なし、ギガおかわり機能付き、端末買い切りです。あ、こちらの商品ですね、 35g で今つながっとんやけど、同時に8台まで同時接続できちゃいます。やけん外でもこうやって使うこともね、一人でドライブする時にも車移動とかでね、曲ずっと流しよったり YouTube とかねナビで見よったりとか、一気にギガがねなくなってしまうし、車移動の方にもおすすめ。あとアウトドアとかでみんなでつないで Wi-Fi を使いながらアウトドア気軽に楽しみたいっていうね方とかにもおすすめです。外で使うならそういう使い方もできるし、あとは家でもこれね USB ポートさえあれば使えちゃうんで、お家のねルーターとしてもね、いいやないと、ルーターとしても使えちゃいますね。メニューを押したらギガおかわりっていうのがあるけん、おかわりってしたらまあこうやって端末を最初買った時の契約時にこう 100GB とか 50GB とか、最初ギガを端末代とその分のギガを購入した上で最初利用することになるんやけれども、最初買った時は365日、はい、ギガの使用期限があって、おかわりチャージってなったら365日以内にこう使ってくださいっていうやつと、あとは有効期限が30日間っていうね、はい、2種類ございます。100ギガ、50ギガ、30ギガ、10ギガ、5ギガってね、はい、チャージできちゃいます。おかわりチャージってさ、こうまたチャージするってなったらその分のさ費用感も気になるところないけど、簡単につなげるのは、まあ、もちろん嬉しいんやけど、やっぱり、ね、価格も気になるよね、ギガのね、ちなみにおかわりギガ、すごいよ、 100GB がなんと7480円でおかわりできちゃいます。単純計算すると1ギガあたり約75円となっております。ね、しかもね、ウィキのキャリアは au なんやけど、 au がね1ギガね、ギガ足りんくなってギガをチャージしますってなったら1ギガ1100円かかるよね、1ギガよ。なのに
このイココ100ギガで4980円、1ギガ約50円です。やばいよね。こんなに安くて大丈夫ですかってね思っちゃいますね。でもね本当に安くて、はい、で実際に使ってみても全然不具合ないしちゃんとつながるし、ウィキさんすごいお気に入りです。数日後ねもうちょっとしたら、ウィキはちょっとね遠征で今ねここ福岡県、ウィキが大好きな福岡福岡におるんやけど、福岡からね、関東関西とこう走っていくんやけど、エステートちゃんでそういうね旅も、予定しとるんやけど、そういう時にね移動距離がね長い時にねギガはやっぱりこうガンってこう減っちゃうんやけど、1年間かけて何ギガも消費せんっていうね方、この一つの目的のためにギガをチャージしたいっていう方は、30日間っていうね短い期間でギガを使い切る方がちょっとお買い得に、はい、なっとるけんその方がおすすめです。はい、公式サイトとかアプリで、ギガの残量もチェックできちゃいます。だけまああと何ギガ残っとうなとか考えながらね、ギガを使ったり、ギガがあと残り少ないなって思ったらギガの残量を見ながらおかわりチャージもできちゃいます。はい、今回の動画は、USB 型の、スティック Wi-Fi、 その名もイコーコーの紹介でした。はい、実際に使ってみてすごい気軽に欲しい時だけ欲しい分だけチャージできるっていう気軽さと、あとは、誰でもこう USB ポートさえあれば挿して、いつものように、Wi-Fi につないで、使うだけっていうね、かなりシンプルで分かりやすい商品なのがウィキ的にはいいなって思ったポイントでした。こちらのイココの、対応年数が5年もあるけ、通常のモバイルルーターよりも3年ほど長持ちしちゃうっていうねいいポイントもございますし、あとは携帯のこう充電バッテリーとかさ、皆さん外出行く時にこう持ち歩くと思うんやけど、そういう時ってさ使おうって思ったらちゃんと充電できてなかったり、家で充電できてないけんもう持っていかんでいいやってさ言ってこうお出かけすることもあると思うんやけど、はい、こちらのイココは、充電の必要もないしバッテリー非搭載型なので充電するこう面倒くささからも解放されるし、もう35g めちゃめちゃ軽いし、しかもめちゃめちゃほら手のひらサイズでめちゃめちゃ小さいんで、はい、バッグにね入れてお出かけもできるし、であとはバッテリーで充電しとったらちょっと発火とかね爆発したりとかしたら怖いよね。ね、暑い車内に置きっぱにしとったりとか、こうね刺してでなんか熱がこもって爆発したりとか、そういう心配が、はい、バッテリー非搭載なのでないっていうところね、はい、安心ポイントも、はい、今回のイココの長所やなとウィキさん思います。はい、ずっとねこの紙持ってますが、最後にね視聴者様へお得なクーポン情報がございます。視聴者様限定でお得な Amazon 限定なんと500円オフのクーポンが使えちゃいます。概要欄にクーポンコードを記載しておりますので、そちらをチェックいただいて、はい、クーポン使えますし、 Amazon のスマイルセール、はい、期間中はさらにお買い得です。そのセール期間は、はい、5月31日から6月2日となっております。はい、ということで気になる方は、はい、ぜひチェックしてみてくださいねはい、この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。感想のコメントたくさん待ってるよ。それではまた次の動画で会いましょう。おつゆきでした。またね、バイバーイ。いここいここでした。